なんか匂うな。油臭いよ。この工場が機能していた頃の名残かな。待って、音が聞こえる。まあ何も聞こえませんわよ。いや、いますね。魔物か。危ない。ありませんね。そこまで。受け取りな。そうでた。食わせるな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 。主人月影か。主人月影か。主人月影か。主人中が栄光だ。かわせるか。俺の本気見てみるか。何だったんだこの魔物はよ。
この辺じゃ見かけない魔物だな。中身は雲みたいだったぜ。廃工場ですもの。雲ぐらいいてもおかしくはないけれど。油を食料にしているうちにフォニム暴走による突然変異を起こしたのかもしれませんね。あのディア、何？ありがとう、助かりましたわ。あなたにもみんなにも迷惑をかけてしまいました。いいのよ。よくねえよ、足引っ張んなよ。ところで排水施設ってのは一体？下の方じゃないかな。ん？あれ、非常口だよな。調べてみましょう。あそこにはしごを下ろせば外に出られるな。はいですの、ご主人様。ここを抜ければあとは目指せケセドニアですの。ケセドニアへは砂漠越えが必要よ。途中にオアシスがあるはずだから、そこで一度休憩しましょう。ガイ、あなたが先に降りなさい。私が足を滑らせたら。俺がそんなことできないの知ってて言ってるよな。だって早くそれを克服していただかないと、ルークと結婚した時に困りますもの。ルーク様はもっとずっと若くてピチピチの子がいいですよね。婚約なんていつでも破棄できますし。何ですの？何よ。ルーク、あなたって最低だわ。何なんだよ、俺のせいかよ。いやあ、仲が良さそうで何よりです。あんたの目は節穴かっつーの。アッシュ、今はイオンが優先だ。分かってる。いいご身分、チャラチャラ女を引き連れやがって。どういうこと？ところでイオン様が連れて行かれましたが。しまった。どちらにしても六人称にあった時点でおとり作戦は失敗ですね。バチカルに戻って船を使った方がいいんじゃないか。無駄ですわ。なんで？お父様はまだマルクと信じていませんの。おとりの船を出航させた後、海からの侵略に備えて港を封鎖したはずです。陸路を行ってイオン様を探しましょう。仮にイオン様が命を落とせば、今回の和平に影響が出る可能性もゼロではないわ。そうですよ、イオン様を探してください。ついででもいいですから。
決めてください、ルーク。イオン様を探しながら陸路を行くか、あるいはナタリアを陛下に引き渡して港の封鎖を解いてもらうというのも。そんなのダメですわ、ルーク。分かってますわね。まあ、うるさい。大体なんで俺が決めるんだよ。責任者はあなたなのでしょう。嫌味なやつだよ、本当。イオン様、どこに連れてかれちゃったんでしょう。陸艦の立ち去った方角を見ると、ここから東ですから、ちょうどオアシスのある方ですね。私たちもオアシスに寄る予定でしたよね、ルッ。ああ。それにしても、俺と同じ顔のあいつ、アッシュとか言ったな。ああ、薄気味悪い。